久保さん、裏話にしましょうか、今回、裏話。あの、実はですね、これは多分初めて言うと思うんですけど、あの久保さんからね、言われては、あ、こんなことあったなと思い出したんですけど、まあ僕はね、就職活動すごく悲惨だったんですけど、実はですね、まあ大学卒業する大学3年生ぐらいの時にですね、その、まあ僕は岐阜県の,あの大学行ってたんですけど、 で、その市役所の方からお誘いいただいて、まあその卓球部に入らないかみたいな、卓球ちょっと盛り上げてほしいっていうところで、お誘いあったんですよ。市役所。で、でもね、市役所っていうのは国家公務員なのかなで、まあ実は受けたんですよ。試験をね。で、落ちたっていう。で、もし僕が多分勉強できて、その、ある一定、の最低基準ですよね。最低基準クリアして面接まで行ってたら、もう間違いなく役所に入ってたと思うんですよ。 でも僕は最低基準の学力がないと。だから僕は市役所に入れなかったってことですね。だから面接まで来れば何とかしてやるって言われてたんですけど面接、まあ、まで行かなかったっていうね。<laughs> だから今思うとですよ今思うともし僕が頭良くてまあそのね最低基準の、えー、試験の点数取れてれば今頃ね公務員だったかもしれないですよ。 で、こんなことやってないと思うんですけど、<laughs> まあ公務員だったら公務員のなんか人生があったと思うんですけど、うん、まあ、まあま結果論ですけど、まあその時受からなくてよかったなと思いますね。多分こんな人生をくれるっていうことは一緒なかったわけじゃないですか。多分安定的な収入、安定的な給料、多分国家公務員だと、まあ年功序列、そして給料が徐々に上がっていく退職金もあるっていうところじゃないですか。で、それがうまみですね、公務員の。 うん、リストラという概念もそんなにないだろうしそうだからまあ全然違った人生があったんじゃないかなと思いますけどねだから今振り返ると結果論だけど頭が悪かったからこそここに一点突破できたっていうとこですよねうんだからまあだらみんなやっぱね僕はねあの上か下かって極端なんですよね結構うんだいぶ極端ですだからこの な2個目ぐらいかな僕がね、その、久保さん100回腕立てできますかって言った時ね、久保さんがね、あ、できますって言ってて、マジかと思ったら、まあ、20回5セットみたいな。いや、そうじゃなくて。いや、100回連続やねん、と思 <laughs> 100回連続できんのかと。多分、久保さん100回連続は無理じゃないですか、腕立て伏せ。ね、こうじゃなくて、ちゃんとしたやつですよ。多分、100回連続は多分難しいと思います、久保さん。っていうのを僕は言いたかったんですけど、100回できますよ、と20回5セットみたい。まあ、それだったらできないことはないと。 いや、僕も20回5セットだったらできないことないかもしれないです。今も。でも、連続で100回は僕できないですね、多分。うん。だあと、インターバルどれぐらい置くのかですよね。だから、例えば20回やった後、まあ、10分っていうインターバルを置いてまた20回するのか、それともインターバル1分でやるのかによってまた全然きつさ違うと思いますけど。僕極端なんですよね。極端。とにかく <laughs>。 うんでもね、極端じゃないと極端な結果は得られないかなと思いますね。極端じゃなければ極端な結果は得られないと。だって普通に考えて久保さんの生き方、僕の生き方って普通の生きてたら絶対ありえない生き方なんですよ。ね隠居とかどうすか普通に考えたらありえないでしょ。<laughs> 僕もパソコン1台で自由にやってるとかも普通に考えたらありえないわけですよ。しかも、 うんね、例えばヒカキンさんとかだったら分かるけど誰が見てもなんとなくねすげえなーと分かるかもしれないですけどこれ誰が見ても分からなくても自由に生きてるっていうね誰が見てもお前なんかねあの貧乏人の遠吠えだろうって言われるぐらいの再生数とかパワーで自由に生きてるっていうこれはね誰も分からないことですよね久保さんで <laughs> 多分普通一般の人が見たら僕分かんなくないですか ね。久保さんもわかんないですよね。久保さんも、まあ、動画によっては回ってるやつもありますけど、常時の平均再生数って僕とあんま変わんないじゃないですか。ね。まあ仮想通貨系はちょっと上がったりとかね。給付金系は上がりますけど、<laughs> ね。それ以外の動画って上がります。ね。100ぐらいでしょう。それで隠居してますみたいなね。普通じゃないですよね。<laughs> だからまあ、なんか、あのー、極端っていうのはね、大事だと思いますよ。うん。 僕はね僕はそう思いますだからその波に波程度でやっていて波以上の結果を得ることっていうのはできるのかなと思いますけどねだから僕はその卓球の話に戻すと中学校1年生の時に僕はあのまあその県大会関東大会全国大会ってのがあるんですけどこスラムダンクみたいな話なんですけど僕中学校1年生の時に団体戦でこう出たんですよねでその時もうフルメンバーだったんですよ で、ちょうど一人足りなくて僕が入って、ちょうど6人になってね、いい感じになったっていう、その伝説の回なんですよ。で、その時にね、なんと、今までその男子の、その男子6年目ぐらいだったのかなクラ、あの、で、その、一回も全国大会行ったことないんですよ。で、その年、なんと、まあ、県もちろん優勝したんですけど、県大会ね。で、関東行った時に、なんと、 関東大会優勝っていうね <laughs>。優勝しましたからね。で、しかも全国大会は、その、A ブロックみたいな。もうなんか第一シーみたいなね <laughs>。みんななんか全国が注目してたんですよ。どこまで行くんだこいつらみたいな。関東優勝、関東優勝っていう旗をね、立ってて <laughs>。行くんだけど、予選リーグいまさかの敗退みたいな。そう、もうスラムダンクみたいな感じです <laughs>。まあ、だ、僕ダブル出てたんですけど、ダブルは勝ちましたね。2回とも。 ああ予選リーグ <laughs>。だからダブルはね、ずっと勝ったかな。か関東大会に予選2回、予選の時にダブル落として、先生にボコボコに言われて殴られて、何やってんだっつって、で、決勝トーナメントから全勝しましたけど、懐かしいっすね。いや、でもね、あの関東優勝はね、すげえ、やっぱ関東で一番なわけでしょで、旗持ってね、その表彰賞は、あれはね、すごい重いですね、一生の。 だってしかもずっとカップに残るわけじゃないですか。優勝期,優勝期とかにあの学校の名前がね。すごいことですよね。ずっと残るっていうね。あれは結構伝説でしたね。だからまあそ,のその時の伝説のメンバーがいるんですけどそれがもう20年経ってもいまだにそのお付き合いがありましてそ,その関係でまだそのなんか誘われたりとかするんですけど。 だか,らだから20年経ってもだって13歳でしょ中1でしょでその先輩が中3で、まあ、2個上の人なんですけどえっ2025年 ?26 年ん2 5年前かぐらいなんだけどいまだにお付き合いあるっていうねこの前そのグループもあるんですよ LINE グループででその LINE グループの のみ、あの、ズーム飲み会みたいな感じで、LINE でも今あるみたいで、で、やったんですけど。いや、あれはね、でも一生の思い出ですね。うん、関東優勝っていうのは。あれはなんか体験、だって人、一個しかね、体験できないことじゃないですか。関東に中学校どれぐらいあるのか分かんないですけど、<laughs> その中のトップですから、それは、すごく、 僕の中ではいい思い出だったし、いろんなことがありましたよね。だから関東優勝する前の練習とかもね、すごかったですしね。みんなすごかったですね。うんやっぱあの優勝っていうのはね、まああとね、そう、青森山田から僕転校して、 あのまあ、山形の高校行くんですけど、で山形の高校で、まあ、転校すると1年ぐらいはイン,インターハイ予選出れないですよ、6ヶ月間ぐらい出れないのかい結局、2年、高任の時はインターハイ予選出れなくてで、高3がぶつけ本番で出たんですけど、まあ、それも一応団体優勝したんですけど、その時の思い出も結構ね、最後、接戦でね、2二2ラストで僕じゃないかったんですけど、チームのメンバー、ダブルパートナーが2二2ラストだったんですけど。 めちゃめちゃベンチがすごいことになって、なんかね、もうなんか応援しながらなない泣きそうになってましたからね。あれも、ああいう経験もなかなかないですよね。まあ一応山形でそうそう、ラストで勝って、ね山形優勝してインターハイ行きましたけど、まあああいう経験もね、一般の人じゃやっぱ体験できない経験ですよね。うん。だから、なんだろうな。うん。まあいろいろお話ししましたけど、まあ異常であれでいいですかね。 異常な結果を出したいになった異常者、異常者、異常者になれということですね。いってらっしゃい。